8月31日から8月2日、ウェスレアンホーリネス教団ヨドバシ教会アガペー広場特設ステージにてアガペーサマーフェスティバルが開催されました。テーマはあなたを癒す愛の流れ。アガペー広場特設ステージから新宿区大久保通りに賛美と愛のメッセージが鳴り響きました。7月31日のスペシャルゲストはゴスペルアーティストジョン・ルーカス氏。ジョン氏はゴスペルシンガーとして仙台を中心に活動しており、ゴスペル指導やテレビ、ラジオでも大活躍中です。できるだけ多くの人たちにやっぱりこの教会に足を運んでいただきたい。そしてゴスペルっていうのはやっぱり今どんな人たちもそこに溢れている喜びや命に引きつけられるものがあると思うんですね。もう忙しいスケジュールの中ですが、それを縫うようにわざわざ東京に来てくださって、このような素晴らしいコンサートしがったんですよね。ですから本当に感謝です。まず神様が計画してくださったんだと思います。日本人にも馴染み深い賛美歌アメージンググレイスをはじめ、ジョン氏の出身地であるジャマイカの曲ノーウーマンノークライ、日本の名曲ふるさとや翼をくださいなどを歌い上げました。愛はゴスペルの大切な一部であり、コンサートを通じて愛、喜び、平和と希望が伝わることを願っているとジョン氏は言います。神様は素晴らしい。どんな時もこれを神様という方を知れれば、どんなに毎日がより今よりパワフルに過ごせるかを知ってもらいたいなと、そういうようなことを祈りながら歌っております。ヨドバシ教会主幹牧師峰野達弘氏はアガペーサマーフェスティバルのテーマ神の愛についてエレミア書31章3節から語りました。神は永遠の愛をもって愛してくださる、だから恐れなくてよい、怯える必要はないと励ましました。フェスティバル初日の最後の曲は大ハッピーデイ。全回収が立ち上がり最高潮の盛り上がりを見せました。いつもジョンのゴスペル教室でゴスペルを習ってるんですけど、とっても楽しくてやっぱり生が最高です。ジョン最高、すごい素敵な歌声 とこうなんか私クリスチャンなんで、すごくこう信仰も持った歌を聴かせてもらえてすごく良かったです。僕たちそう、昔ゴスペルやってたんですけど、すごく声が出てて良かったと思います、はい。3日間のアガペーサマーフェスティバルには延べ947名が参加し、神の愛のメッセージが伝えられました。この夏も日本中で神の愛が述べ伝えられています。